MLB ブルワーズ5、4ドジャース、日本時間15日、ウィスコンシン州シミルウォーキー、アメリカンファミリーフィールド、ドジャースの大谷翔平、30、は日本時間15日、敵地でのブルワーズ戦で、1番、DH で出場。バットは4打スームアンダと振るわなかったが、連続盗塁で今季35個目の盗塁を決め、35本塁打 &35 盗塁を達成した。 チームは初回に3点を先制したが、逆転負けを喫し、連勝は5でストップ。2位のダイヤモンドバックスとパドレスとは2.5ゲーム差となった。この日、ブルワーズの先発はフランキー・モンタス、31。これまで大谷は通算27打数11安打打率1407、5本塁打、13打点をマークしていて、メジャーで最も多い本塁打を打っている。 一回は、サード正面への打球速度約162.5キロの痛烈なあたりで、サードのエラーを誘って出塁。第二打席も死球で出塁すると、二刀、三刀を連続で決め今季35投塁まで伸ばし、ブライス・テュラング、24、と並んでいたリーグ2位タイを単独2位に浮上させた。第三打席はレフトライナーに倒れ、第四打席では見逃し三振。 最終第5打席はレフトフライで4戦ぶりの無安打となった。試合は1回、虫満塁からテオスカー・ヘルナンデス外野手が押し出しで先制すると、1市満塁でエンリケ・ヘルナンデス内野手の犠牲フライで追加点。さらに2市13塁でケビン・キアマイヤー外野手がタイムリーツーベースを放ち、3点を奪った。しかし、2回に3点を返され同点、4回にも1点を追加された。 7回に代打で出場したミゲルロハス内野手が西1・三塁でセンターへのタイムリーヒットで4-4の同点としたが、再び7回で勝ち越され、5-4で逆転負けを喫した。連勝は5でストップし、首位を走るドジャースは2位のダイヤモンドバックスとパドレスとのゲーム差を2.5とした。